こんにちは。僕の名前はミニ SL シビクロ号です。何から何まで本物の蒸気機関車とそっくりなんですよ。でも本物より小さいからシビクロ号と名付けられました。体重はおよそ1トン、7馬力の力持ちで時速40キロのスピードで走ることだってできるんです。世田谷区政50周年を記念して、僕がこの世田谷公園を走ることになって今年で5年目。この公園は SL 公園とも呼ばれるようになりました。これは同じ世田谷公園にある D51 型蒸気機関車です。僕はこの D51 型を5分の1に縮尺して作られたものなんです。この D51 型は昭和の初めの貨物輸送に大活躍した蒸気機関車で、日本で一番たくさん作られ、デゴイチの名で親しまれてきました。どうです？デゴイチのこの力強い走り。人を乗せ、貨物を乗せ、ひたすら走り続けた蒸気機関車が今はもう見ることができないなんて、ちょっと寂しいと思いませんか？でもそんな時は世田谷公園に足を運んでください。ちびながら僕は頑張って走っています。ではこれから皆さんに僕シビクロ号の一日をご紹介しましょう。僕のいる世田谷公園は区民の憩いの場として親しまれているところです。これが僕の住んでいるちびくろ号の車庫。緑の木立の中の赤レンガの家、なかなか素敵でしょ。ちゃんと僕の名前も書いてあるんですよ。この人が世田谷公園駅の駅長瀬古さん。日本でただ一人の区が営業する鉄道の駅長さんです。朝出勤するとすぐ僕の旗をあげてくれます。この駅は普通の駅と違って、実にいろいろな人たちによって支えられているんですよ。駅長さんにここで働く皆さんについて伺ってみましょう。普通の勤め場所の様子が全然この場合違います。というのは、いくつかの層の人とかなり年齢差のある人たちの集団でございまして、まず切符を買うところの人、それに切符を切る人、これらは障害者グループの人でございまして、それからホームで仕事をしている人は地域の主婦ということでございまして、線路の保安を担当しているのは高齢者事業団といいまして、これは70過ぎの人でございまして、で運転士が東京農大の生徒さんで学生ということでですね、私を含めまして全く上下の年齢的なものと、職種別な決められた枠の以外のメンバーで、構成されてと言ってもいいと思います。にもかかわらず、57年の5月以来、これといった事故もなく皆さんのチームワークのために今日に生きているということは非常に喜ばしいことだというふうに思っております。いかがですか？素晴らしいと思いませんか？こんなに大勢の皆さんが力を合わせて僕を走らせてくれるんです。さあ、車庫が開いて一日の始まりです。今日も一日元気に走ります。僕の運転は東京農業大学鉄道研究会のお兄さんたちが授業の合間を縫って交代でやってくれます。ボイラーにたっぷり水を入れたら釜に火を入れます。釜に十分火が回ったところで細かく砕いた石炭を入れ、湯を沸騰させ蒸気を溜め込んでいきます。僕が走る線路の安全を守ってくれるのは保安員の皆さんです。高齢者事業団というところから来てくれます。夏の暑さ、冬の木枯らしが応えると言いながら、僕の安全運転のためにいつも頑張ってくれています。
客車やプラットホームの掃除、お客さんの安全保護の仕事をしてくれる整理員は地域の主婦の皆さんです。運転士のお兄さんが蒸気の具合を見ています。ボイラーの湯が沸騰し蒸気が溜め込まれると僕の体に力がみなぎってきます。いよいよ試運転。蒸気の出方、線路の様子などを調べながら走ります。営業開始の午前10時が近づきました。今日はどんなお客さんが乗ってくれるかな、とても楽しみ。切符の発売や改札の仕事は障害者グループの皆さんのお世話になっています。計算が一番難しいですね。で、1枚2枚なら構わないんですけど、枚数がちょっと多くなったりするとちょっと頭の中がこんがらかってしまって、でもだいぶ慣れてきましたけど。切符を買ったら改札口でパンチを入れてもらって、さあどうぞお乗りください。一周 278.5 メートル、2分間の蒸気機関車の旅です。子供さんの中で最初はお母さんとね抱っこして来てた子が、年々一人で乗れるようになり、そしてお友達同士で乗れるようになって、おばちゃんなんて言われると一番嬉しいんですね。もうそういう時が一番やっぱり、楽しい職場だなっていうことでね、やってますけど。乗り物好きの子供たちを大勢乗せて走る時、僕はとってもご機嫌です。SL っていうのはもうないので、子供たちにとってこう絵本の中だけのものなんですけど、こうやって身近にやっぱりあるってことがすごくこう興味があるっていうか、すごく惹かれるみたいですね。うわー、今日はすごい。次のお客さんがこんなに待ってくれています。大勢のお客さんが喜んでくれるのを見ると、僕はもちろん駅長さんも運転手のお兄さんもみんな大張り切りなんです。電車と違いまして、やっぱり自分でこう石炭を炊いてあって、薪を入れて石炭を炊いてあって、こう命を与えてあるっていうんですか、そういうところがやっぱり魅力を感じますね。なんか自分たちで圧を上げて、それでもってこう走るっていうのは、やっぱり何か自分たちでこうやったって感じがなんかするんですよね。いいとこへ勤められたと思って喜んでます。それに私なんか年ですからね、皆さんのこういう若い人と一緒にこうして働けるっていうことは本当にいいことだと思います。それに自分の健康のためにもとてもいいですからね、それでなんてもそれが一つの生きがいですね。煙がすごくて目に入って痛かったし、音がうるさかった。ちょっとでも本当の汽車を乗ってるみたいだった。それが面白かった。10分間隔で楽しく走っていると一日があっという間に過ぎてしまいます。今日の最終便です。皆さんのおかげで
今日も一日安全に走り車庫に戻ってきました。一日の走りが終わると運転士のお兄さんたちは僕の汚れを丁寧に落とし磨き上げてくれます。保安員のおじさんもありがとう。一日中立ったままで疲れたでしょ。ミニ SL といっても運転士の制服も仕事の内容も本物と全く同じ。皆さん今日一日本当にご苦労様でした。蒸気機関車は人間によって命を与えられる生き物です。走り続ける僕たちの姿が子供たちの夢を育てることになればこんなに嬉しいことはありません。秋にはこの SL 公園にミニ SL の仲間が増えます。ミニ SL C57 型がやってくるんです。みんなでまた会いに来てくださいね。きっとですよ。